やっぱ宮崎先生面白いなと思いますね。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。本日は、はい、当店でよく頼まれるカクテル5000円というわけで、はいはい、動画見て来てくださる方もね、最近本当に増えてきてですね、うん、3月後半から4月前半に関しては、はいはい、毎日1人、誰かしら、あ、1組かな、うんうん、誰かしら来てくださってるようなことがありましてね、はいはい、まあそんな方に向けてこんなものよく頼まれるよみたいなね、うん、はい、そんなことをお話しできたらなと思います。はい、はい、今日も行ってみよう。まあ初めて行くバーとかでも、あ、使えるかもね。使えると思いますね。確かに確かに、大体王道ものが多いものね。そうね、うん、じゃあ発表していいかしら。いいわよ。1つ目、圧倒的第1位ですね。圧倒的よ。はい、圧倒的第1位はこちら。え？ジントニックです。ジントニック。はい、ジントニックです。ジントニックね、本当とりあえずの1杯目。そうですね、圧倒的です。圧倒的ですね。もうマウシムのトロピカルシトラスでっていうのが、あ、最近はね、最近は特に多いですね、はい、こいつとか、うん、まあ、通称だとビフィーターとかボンベ、タンカレ、タンカレ、ゴードンとか、そうですね、うんうん、そんなものでお作りするんですけど、はい、僕らのチャンネル見てきてくださってる方はこれで、うん、ジントニックをっていう方は圧倒的、うん、そうですね、はい、まあ、進めますしね。そう、進めやすいんですよ。うまいですから、うん、チャンネル見てきたんですって方がいたら、じゃあぜひ飲んでみますなんて、もう全くお酒わかんないよって人に説明すると、まあ、ジントニックとはジンっていうお酒と、うん、トニックウォーター、はい、あとライム、ライムをこう絞ってね、入れたりとか、うん、そんなお酒で、はい、すっきり甘みがあって、そうですね、ほんのちょっと苦みがあるような、そんなね、うん、飲みやすいお酒です、はいはい。まあ、ジントニックってのはバーの顔なんて言いますし、いろんなとこ行って、うん、そのお店ごとのジントニックを楽しむなんてのもいい遊びかなって思いますね。で、金額的にもそんなに、うん、はい、いかないですから、特に何も指定しなければはーいって言って出てくるし、そうですね、でもうそれが多分お店の顔ですから、うん、あとは何でしょうね、どんなジンがお好みですかとか言ってくるお店もあるかもしれないですけど、ね、ジンがとにかく、ね、多いお店はね、うん、だと思います。そうですね、作り方もね、若干違ったりとか、意外にこだわりがあってね、そうそうそう、ライムを先に絞って入れるのか、あと入れるのかとか、氷どんなの使ってるとか、グラスどんなものを使ってるとか、凍らせてるのか凍らせないのか、お酒をね、うん、そういうのもあるし、トニックウォーター何使ってるのかなとか、そうね、もう結構面白いですよ、いです、ね、細かい、はい、で意外に単純かなと思いきや、うん、意外と酔っ払うんですよね。あ、意外にね、そうかもね、本当スイスイ入ってきちゃうんですけど、うんうん、お店によっては結構な量使うところがある。そうですね、やっぱ銀座とか行くと半分くらいジンなんじゃないかなっていう、お店によるんですけど、ジンの味わいを強く出したいっていうところもあれば、うちみたいな田舎だとどっちかっていうと最初に来た一杯ですっと飲みたいっていうお店の色だったら、まあ、トニックウォーターちょっと多め、多めというか、まあ大体基本的な、うん、ね、45年フルアップみたいな、はいはい、そんな作り方したりとかね、うん、するんですけど、それが面白みだよ ね、ジントニックもね、うん、まあ、そのジントニックを基準に何かがあるってわけでもないんですけど、うん、極端に美味しくないジントニックを1杯目に飲んでしまったらたまにあるじゃないですか。たまに大体どこ行っても外れないんですよ、バーって。たまに岩ちゃんがブチ切れて俺に LINE をしてくるやつ。なんだこのジントニックはってのを発見しましたみたいな。そうそう、写真撮ってもなんか LINE に来るやつね。僕が出先で、うん、バーに入ってこいつ終わってますとか誰かに伝えたいんですよ。死んでるとか、死んでるとか、このジントニック死んでる、死んでるとか。そんなこともね、うん、まあいっぱい飲んでみればね、そんな面白みが分かってくる、うんうん、そうですね、うん、ちょっとソーダを足すとか、はい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 、レモンジュースをほんの一滴垂らしてるとかね、うん、なんかいろんな工夫がありますから、面白いお酒です、はい、試していただければと思います。はい、はい、2つ目、2つ目ですね、まあうちの話ですよ、うん、他のお店とはちょっとね違うと思うんですけど、うんうん、まあ頼まれるのはサイドカー。ああ、サイドカーね。まあ何でしょうね、これは。それは散々動画で僕が好きでよく作ってるって言うからでしょうね、チャンネルを見てくれたお客さんからのサイドカーは僕呼びに行きますもん。
あ、そうだよね。つってサイドカーで言って。あ、そうだそうだ。ね、そうだ、うん。サイドカーですか。ああ、つって。料理入ってんだけどな。まあいいかーっつって作る。せっかくですからね。そう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 、うん、またこれも知らない方に言うと、うん、ブランデーと、はい、キュラソーですね、うん、とレモンジュースですね、はい、うん、大体は、ブランデー45にホワイトキュラソー15にレモンジュースが5とかなんですよね、うん、そのくらいなんですけど、うちはちょっと違うんですよね。ホワイトキュラソー15のところがオレンジキュラソーとホワイトキュラソー、うん、ちょっと混ぜたような、はい、作りをしてるんですけど、うんうん、まあ、僕の、まあ、一応弱配物ながら得意なっていう風に言わせてもらってるんで、うん、結構ね、うん、なんか最後の方に頼まれることが多いですか、うんうんうん、多いですね。まあうまいカクテルかなと思います。うん、そうですね、ほんのり甘みがあってかといってすっきりで、うんうん、飲みやすいカクテル。意外にショートにしちゃう度数は高いですけど、うん、そうですね、でも飲みやすいかな、うん、そんなカクテルかなと思いますが、サイドカーも結構当たり外れありますよね。あるある、めっちゃある、うんうん、どんだけ氷を溶かすんですか、もうやめて止めてみたいな時が多いかな。まあ度数が高いので、うん、結構シェイクを強くしちゃっても、うん、氷より冷えてくるというか、うん、キンキンに冷えてくるんで、うん、そこまで水っぽくはならないんですけど、うん、まあでもね、振り方によってはシャバシャバになっちゃうっていう結構難しめなカクテルかなと思いますね。ブランデー系でフレーク浮いてるのが苦手なんですよ。なるほどなるほど。あれをなんかフレーク出ないように優しく振ってる人はちょっと安心するんですよね、うん、それか土屋さんみたいにあのフレーク除去しちゃう、ストレーナー使ってザル使ってフレーク取っちゃうとかしてくれた方がありがたいですね、うん、まあね、そう変化がね、それからね、まあでもそれもバーテンダーによると思います、うん、あえてフレークを出したいんだっていうところがあったりとか、うん、そういうこともあったりするので、まあやっぱりそれもね、作り手によって違うって面白みですかね。もう単純にね、ブランデーから何使うかって違いますから。違いますから、全然違いますから。そう、 うるせえのは本当に、いや一個前のグランマリニエじゃないとか言い出すから、ね、ああ、はいはいはい、何年の時のコアントロじゃないとって、じゃあそれなくなったらどう作るんだよわざわざ調査してそれを、ね、何十本も買っといて、ね、作ってるみたいなバーテンダーさんもいますからね。まあ、こだわりありますよ皆さん。最後に飲むのがいいかなとは思うんですよね、あながち。お口直し、うん、というかブランデーはこう最後にこう飲むとちょっとこう胃の中に入っても今までのなんかお酒の香りとかを口から出るものが収まるみたいなね、うん、そんな話をしたりするんですよ ね、 すね、うん、なのでブランデー系は最後に飲むといいんじゃないかななんて思いますでも最後にあの度数来るのはちょっととどめに、まあ、ペロペロなのよね。ペロペロにはなる。とどめを刺しに来てますよねそうだね確かにな、それはあるね。はい、じゃあ3つ目ですか。3つ目、うん、そうですね、これはあながち頼まれますね。なんか下手したら僕で作ってその後岩ちゃんでお願いしますみたいなことがあるある、よくある、たまにある、あるある、あるよね、たまにね、あるあるある、はい、うわって思う、内心、うん、ジンフィズです。ジンフィズ。ジンフィズ。結構緊張すんのよ。ジンフィズはね、はい、意外と難しいですよね。でもむずいっすよ、うん、正直むずいっすよ。むずい、はい、ジンとレモンジュースと、まあ、ちょっとガムシロというかシロップ入れてシェイクですね、はい、シェイクしたものを今度は、ちょっと長めのグラスに注いで氷入れてソーダで振るわ、うん、まあ、簡単に言えばそんな感じのものなんですけど、まあ、全部の工程が入ってますから腕を試されるカクテルなんですよ。ますよね、ジンフィスは慣れてる人にでさえジンフィスをじゃあ一杯って言われたら未だにピリッとする気持ちがちょっとピリッとするそうね、うん、そうね、そんな感じがします。結構バーテンダーの腕試しカクテルだったりしますね。いきなし入ってきてジンフィスでって言われたらちょっとおっってなるんだよ、うんってね、なるっつって試されてちょっと結構距離置きますもんね。作ってお待たせしましたって出して、うん、ちょっと離れるもんねで遠くからこうやって様子を伺って半分くらい飲んだかなってところで帰ってきてお口に合いましたって聞くそれぐらいドキドキします。結構ね覚悟がいる、ね、まあどれも一つ一つ真剣には作るんですけど、まあ、中でも緊張する一杯かな、うん、と思いますね、うん。なんか一振り多かっただけでも全部がダメになるイメージがある。だから季節によってもそうだね。そう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 、夏場のジンフィスとかマジむずいだろ
ぶせ。マジかってならない。氷めっちゃ溶けてると思って。そうなんだよ。そうするともう水っぽくなっちゃうんですよ。本当ね、すごいこの速度とかも試される。そうそうそう。何スタンドリとか、うん、手際の良さとか、はい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 、そういうものがねめちゃくちゃ試されるんですよ。そうですね。かといってさ、なんかさ大急ぎでさバタバタ作ってるわけにもいかないから、もうそこはバーテンダーとしてスッスッとやんなくちゃいけないじゃないですか。だからもう見えてくるんですよ全部が。そうですね。それもいろんなところで飲んでみるのもね、うん、ありかなと思います。ね、シロップを何に使ってるかもそうだし、お店に3人バーテンダーさん立ってたら、いやでも意地悪だな。そう、結構意地悪だよね。結構まあそれをやっちゃうと、まあ、だバーテンダーはあんまやんないんですよそれって。まあすんごいそれこそね、ほら勉強で、うんうん、っていうような弾き方はやるんですけど、バーテンダーあんまやんないんですよ実は。確かにね、うん、まあでもさっぱりした飲みやすいカクテル、味わいはね、そうですね、はい、いいカクテルですから飲んでみてもいいかなと思いますが、はい、というわけで、はい、4つ目、これはね、まあカクテルはカクテルなんですけど、うん、まあよく最近流行りで、ああ、まあ当たり前かなと言いますが、ウイスキーハイボールがよく出ますね、本当にね、かなと思います。ハイボールくださいってよく言われます。そうね、慣れたねそれにも。今はハイボール、はいはい、ハイボールくださいって言われてからが面白いって感じ。確かに確かに。どれにしますなんつって、まあね、皆さん見えてるの、ここにしかね、うん、棚が見えてないんでしょうけど、こっちにもね続きであって、まあそっち側もウイスキーなんですよ。なんでどれにします、うん、ウイスキーいっぱいありますよ、うんうん、ウイスキー何がいいですって聞くと、何がありますって聞かれてますよね、うん、そうですね、200ちょいちょい300台くらいはあるんですけどみたいな。普段どんなの飲みますみたいな。そうだよね、そんな感じになっちゃいますね。もしかどんな味わいがいいですか。これ結構面白いと思うんですよ、バーならではというか、うん、どんな味わいがいいですかって何って思わない。だって多分居酒屋さんとかで飲んでる人は、そしたら辛い系とかちょっと甘い系だったり、すっきりさんばりだったり、癖があるとかって選べるんじゃない。バーの楽しみ方だよねこれは一つかなと思います。それを楽しみに来てくださる方もちらちら出てきたんですよ、毎回リクエストで、うん、なんかこんな感じの味わいでって言われて、もうじゃあ作りましょうっつってね、それがまあなんか楽しいなっていうふうに思えるようになってきたかなと思います。でね、最後の方に、じゃあ癖あるやつをいっちゃいますよなんつってラフルエグ出して、うわーなんつって、で俺は好きだなとかね、いや俺は無理だみたいな、ありますね。そんなリアクション見てるのが楽しい、うん、で一個一個ね、こうボトル持ってって説明してあげるみたいなのがなんかね、いいなって思いますね、うん、はい、最後ですね、5つ目、うん、もうねここまで来るとなんかランキングとかじゃないんですよね、うん、あのねオリジナルなんですよ。なんか例えば甘系で何かとか、さっぱり炭酸で何かとか、そうそうそう、フルーティーなやつとか、 あるよね、すごくあるんですよ。それが一番多いかな。そうなんですよ、結構あの、ね、うん、それが一番多い、初めて来る方が多いでしょ。そうですね、最近そうですね、うん、バーそんなに来たことないとか、カクテルもそんなに種類知らないとか、そうですね、うん、度数が低くて飲みやすいのを作ってくださいとか、あ、そう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 、よくあるね。女の子なんか特にありますよね。この前だってバーっと女の子が奇跡的に並んだことがうちそんな女の子いっぱいいない。バーっと並んだ時にもうこっちの人2人ぐらいで、可愛いやつって書いて、可愛いやつっすかみたいな。やばいな、水割り作りたいな。緑茶杯とかで、ね、可愛くないだろっていう、ね、可愛いでしょこれとか言って超可愛いなんつって緑杯出す。そうもいかないですけどね。なんかそんなこともあったりするんですけど、あ、まあ、お店によっては嫌われるというか、そうですね、嫌がられるところもあるとは思いますが、うちは、まあ、特に僕がそういうの好きなんで、うん、なんかこうお客さんとお話しして、まあね、味わいの好みをある程度把握して作るっていうのはね、それは楽しいんですよね。僕心がけてることがあって、はいはい、王道スタイルで名前がついてるカクテルを作るように心がけてます。あ、他のお店行った時もそれが通せるように、うん、こういう名前のカクテルです。優しいね。優しい。優しい。俺はね、名前のついてないカクテルばっかり作る。そう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 。ここでしか飲めないもの。ここでしか飲めない。俺からでしか飲めないぞ。そう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 。さっきと同じのくださいって言われた時に超困るんですから。名前なんですかって聞かれて、いやないです。そう、名前はないって。ないです。イメージで作りましたね。そう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 。今の言われた、ね、味わいに合わせて作りましたね。
こんな感じありますね。そうなんですよね、どっちかですよね。そうですね、うん、面白いですよね本当に。まあそれはね本当醍醐味かなと思うんですよ、うん、楽しいですねこっちもやってて、うん、お客さんも結構楽しんでくれる感じなんでね、うんうん、まあバー行く方、うん、まあどっちかっていうと多分そんなに行ったことない方向けかもしれないですね。そうですね、うん、これはねそういうの楽しいんでね、そうやっていただければなと思います。一人でしっぽり飲むところみたいな先入観があるかもしれないですけど、まあバーってそうね、なんかハードボイルドのイメージありません？まあなんか日本のドラマとか見るとみんなそうなっちゃってるけど、シャアとかもそうじゃん。シャアとかそうだな。そんなことない、ね。そんなことないですよ。うん、そんなことないんです。大体どのお店入っても普通に世間話ですから。そうですね。通えば通うほどですからね。そうですね。うんうん、まあ特にうちなんかはね、うん、まあライトですから、かなりカジュアルに。そう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 。なのでなかなかこうね扉を開けるのがすごい。うん。緊張するかもしれないですけど、うん、一歩ね踏み込んでしまえばすごい楽だと思うん で、ね、ぜひバーの扉、はい、開いていただければと思います。はい、はい、というわけで、はい、5本、うん、5000、うん、はい、お届けしました、はい、あなたはどんなカクテルを飲みますか、うん、ということでね、うん、コメント欄にいただければと思います。はい、はい、時々今日はこの辺でまた、ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。